はい、ありがとうございます。えー、それではですね、えー、まずトップバッターということでですね、私、宮本の方から、えー、まずは基本のおさらいということで、Amazon EC2 の概要とインスタンスタイプの選び方について紹介していきたいと思います。まず簡単に自己紹介させてください。私、宮本大輔と申しまして、Amazon Web Service Japan の中でも、特に HPC と呼ばれるような大規模な計算をクラウド上で行われるようなお客様の技術的な支援を行っております。 えー、今回ですね、まあ、夏の AmazonEC2 祭りということでですね、まあ、おそらく大体、このなんとか祭りとか言い出したのが、大体これ3回目ぐらいかなっていう感じになってきているんですけれども、まあ、どん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 ですね、EC2 という領域にフォーカスしてですね、いろんな角度から、えー、いろんなセッションを取り揃えております。えー、ぜひですでに、ねえー、このイベントをどんどん盛り上げていきたいと思いますので、えー、今回ご参加いただいている皆様も、あ面白いなと思っていただいたら、なんかソーシャルとかで共有していただいたり、あの皆様の周りの方にもですね、 ぜひご紹介いただいて、どん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 盛り上げていければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。で今回ですね、まずはちょっとオープニングトークというところで、まず、まあ、AmazonEC2、さまざ、あ、まな特徴がありますけれども、その中でも特にインスタンスタイプの選び方というところにですね、フォーカスしながらおさらいをさせていただいて、オープニングトークに変えさせていただこうかなと思っております。 それではではすね、えー、早速なんですが、そもそも AmazonEC2、ElasticComputeCloud ってどのようなサービスなのかというところですけれども、まあ、多くの方、ご存知かと思いますけれども、必要なときに必要な計算リソースを確保できる仮想サーバーのサービスというところで、まあ、例えば AWS のマネジメントコンソールとかからポチポチっと起動していただくと、まあ、大体数分で起動してきて、秒単位の重量課金で使っていただけるというものになっております。 で一つの特徴としては、AWS がですね、この仮想化基盤といったところから、もう独自に設計をしたナイトロシステムというものを採用しておりまして、仮想化環境でありながら、その仮想化のオーバーヘッドを極小化するような仕組みが入っているという特徴がございます。またですね、非常に多種多様なワークロードに対応するために、非常に多様なインスタンスタイプをご選択いただけるというところも一つの特徴かなと思います。 ちょっとだけですね、EC2 の成り立ちについて話し,したいかなと思うんですけれども、Amazon EC2 実は2006年ですね、にベータ提供を開始しております。まあ、随分昔だなという気がしますが、実はですね、この時は選択可能なスペック、ちょっとこのブログがまだ残ってるんでスクリーンショット持ってきたんですけれども、ちょっと字が小さいですけど見ていただくと、まあ、1.7GHz のジオンプロセッサーで 1.75GB の l ブというようなですね、まあ、非常に限られたスペックしかご選択ができませんでした。 まただですね、あの、やはり EC2 使われるお客様がどん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 増えてきて、いろいろなですね、ワークロードで使いたいというふうなお客様のからのご要望をどん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 反映していくことでですね、現在では600を超えるようなえとインスタンスタイプの選択肢が提供されているという形になっております。とはいえですね、ま、そんな600もあると言われてもですね、あの、そういったものから自分のワークロードに適したものをどうやって選んだらいいんだろうというふうな、やはりご質問をいただくこと多くございます。 そこでですね、本日のテーマとしましては、そもそも Amazon EC2 のスペックを定義するインスタンスタイプというものですね。これにはそもそもどういった種類があって、そしてどのように選択したらいいのか、そういったところをですね、ご紹介していきたいと思っております。 改めてですね、本日の流れですけれども、まず最初にインスタンスタイプの読み方ということで、えーまあ、C5 の X ラージとかいろんな表記がありますけれども、そういった表記、どういうふうな構成になっているのかというところから入りまして、その上で 特にその中でも大事なインスタンスファミリーですね、についてどういった種類があって、どのような選択がしていただけるのかというところ、そして最後にですね、インスタンスタイプをより適したものを選ぶときのチップスといいますか、ポイントについてもご紹介していきたいなと思っております。それでは早速、インスタンスタイプの読み方というところから入っていこうと思います。 まず最初にですね、よくあのインスタンスタイプというと、こちらにあるような C7gn.xlarge と呼ばれるようなですね、そういった表記がよくなされます。これとこの後順番に詳しく見ていくんですけれども、まず最初は最初にあるこの C ですね、こちらがまずインスタンスファミリーと呼ばれるですね、大まかなスペックの方向性といいますか、そういったものを表すものになります。その次の数字がインスタンスの世代。 これが新しいものがどんどん数字が増えていくんですけれども、まあ、そしてその後ろがですね、ここですと GL と書いてあるところが追加機能と呼ばれるような部分になります。そして最後にですね、インスタンスサイズと呼ばれるものがくっついてまして、でこれを総合してですね、まあ、インスタンスタイプという言い方をしております。ではこれ順に見ていきたいと思います。まずはですね、一番前のさっきの例ですと C の部分にあたるインスタンスファミリーですね。 EC2 では、主に5つのカテゴリーに分かれたファミリーというものがございまして、例えば汎用的に使っていただけるもの、そして特にそのコンピューティングのパフォーマンスに最適化されたもの、そしてストレージに最適化されたもの、メモリに最適化されたもの、そしてですね、アクセラレーターと呼ばれるような特殊なボードが乗っているような高速コンピューティング向けのもの、こういったですね、大まかなカテゴリーがございます。 まなのでですね、ワークロードの方向性に応じて、こういった中からご選択いただくということが可能になっております。ちょっとこの詳しいところについてはまた後ほど触れさせていただこうかなと思います。そして次にですね、さっきの例ですと、数字の7の部分ですね、こちらがインスタンスの世代と呼ばれるものになっておりまして、ちょっとあの下に例を載せてますけれども、数字がどん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 新しくなってくると、え、ー 世代もです、ね、新しくなっておりまして、まあ、昔、2010年ぐらいですと CC1 ですとか、11年には CC2、最近ですと2021年に C6i というところで、まあ、最近ですと第6世代、さらにはその第7世代といったものも出てきておりますが、まあ、こちら見ていただきますと、まあ、最大の CPU 数ですとか、RAM もそうですけれども、まあ、CPU の世代といったものも、どん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 新しいものが採用されているということがご理解いただけるのではないかなと思います。 そしてその後ろですね、追加機能と呼ばれているものになってまして、こちらはですね、もともとついてるもの、ついてないものあったんですが、特に第6世代からは、すべてのインスタンスタイプで、どういったタイプの CPU を採用しているかというのを表す記号が付与されております。 といいますのも、このあたりの世代からですね、インテルジオンを搭載しているもの、AMD エピックを搭載しているもの、AWS グラビトンを搭載しているものといった形でですね、CPU のバリエーションが増えてまいりましたので、インテルジオンであれば、後ろに i、AMD のエピックであれば、後ろに a、AWS グラビトンであれば、後ろに g というものが付与されている形になっております。 ですので、こちらを見ていただければ、どういった CPU を搭載しているのかというのをご理解いただける形になっております。またですね、さらにはそのインスタンスの付加機能というところで、ちょっとこの後もご紹介しますが、インスタンスストアと呼ばれる内蔵のストレージを追加しているものは、さらに後ろに D がついていたり、またですね、ネットワークのパフォーマンスが強化されているものは N。CPU のクロックが強化されているものは Z。 EBS の帯域が強化されているものは B といった形でですね、いろいろな付加機能を表している文字も入っております。最後がインスタンスのサイズになっております。Large, XLarge, 2XLarge, 4XLarge といった形でですね、よく T シャツサイズという言い方をすることもありますけれども、こちらのサイズがですね、増えれば増えるほど、もちろん CPU の数も増えていくんですけれども、それに応じてメモリの量ですとか、あとはえちょっと 大事なところとしましては、ネットワーク帯域ですとか、あとは EBS、ストレージですね、ネットワークでアタッチされるストレージの帯域幅といったところも増えていくといったところもご利用いただければと思います。という形でですね、インスタンスタイプの読み方、ファミリー、世代、追加機能、そして最後にインスタンスサイズといったところをご紹介してまいりました。 これでですね、この C7GNXLarge というのが、大体どんな感じのインスタンスなのかイメージ持っていただけるようになったんじゃないかなと思います。とはいえですね、あんまりインスタンスファミリーどういったものがあるのかまだご紹介してませんでしたので、そのあたりについてもう少しご紹介していきたいと思います。 こちらのですね、インスタンスファミリー、なかなかバリエーションがあってですね、どういうふうに選んだらいいのかというのはよくご質問いただくんですが、まず大まかな見取り図として、ちょっと個別にこの後ご紹介していきますが、M ファミリーと呼ばれる汎用に使われる汎用タイプですね、こちらを中心に様々な、必要に応じて様々なファミリーをご選択いただくというのをよくご提案させていただいております。ちょっと順番に見ていきたいと思います。 まずはですね、最初にご検討いただきたいのが、メモリの要件ですね。例えば、先ほどご紹介した M ファミリーですね。こちらについては、1VCPU あたり 4GB のメモリを搭載しております。これに対して、より大きなメモリ量が必要な場合であれば、R ファミリー。こちらが 1VCPU に対して 8GB。逆に、そんなにメモリたくさんいらないよと。なので、よりまあコスト効率の良いものを選択したいよということであれば、 c 系ですね。C ファミリー、コンピュート最適化のものをご選択いただければ、1VCPU あたり 2GB のメモリという形で、まずはこのですね、CMR のラインの中からご選択いただくというのが最初のステップになるかと思います。 その上でですね、ちょっとさっきの図を右下に出してますけれども、えー、そんなにですねパフォーマン、負荷がかからないようなワークロードで、えー、一時的にですね、瞬間的に負荷がかかる、そういったものに対応できればいいよというものであれば、えー、バーストパフォーマンスタイプファミリーといったものがご選択いただけます。ちょっとあのクレジット方式といったところの説明は今日、えー、時間がないのでできないんですが、まあ、ちょっとバケツにですね、使ってないときにどんどん水が溜まっていって、えー、性能を発揮したいときにその水を 流すと性能が使えてというふうなですね、クレジット方式で CPU を使うことができるよりコストの低いファミリーといったものも存在しております。さらにはですね、M シリーズよりもよりさらにストレージのパフォーマンスが必要だということであれば、ストレージ最適化のファミリー、またはインスタンスストアが付加されたインスタンスタイプですね、こういったものをご選択いただけます。 例えばですけれども、IHD というのがストレージ最適化タイプになりますし、例えば M6I に D がついているもの、M6ID というものであれば、こちらもですね、内蔵のインスタンスストアが付加された、そういったインスタンスタイプになっております。また最近ですと、 i4i や im4gn、is4gn といった最新世代のストレージ最適化インスタンスでは、Nitro SSD と呼ばれる新世代のインスタンスストアを搭載しておりまして、よりレイテンシー変動を抑えるような、そういった仕組みにもなっております。 あとです、ね、このあたりは、ちょっと後ほど、渡辺のセッションからも紹介があるので、軽くいきますが、アクセラレーテッド、高速コンピューティングといったタイプもございます。こちらはですね、ワークロードに応じてですね、ご選択いただくものが大体決まってくるかと思いますが、例えば機械学習のトレーニングであれば、P5、P4D、または AWS 独自のトレーニングも搭載した TRN1 といったご選択肢もございますし、推論用の選択肢といったものもございます。 その他にも、グラフィックスに向いた G5G、G4AD といったものもございますし、動画の処理に専用のエンコーダーを搭載した VT1 といったインスタンスや FPGA を搭載した F1 といったものも存在しております。このあたりはですね、用途に応じてご選択いただける部分かなと思います。また今日も詳しくは触れませんが、非常に特殊なインスタンスタンスタイプとして MacOS を動作させることに特化した Mac インスタンス、 ですとか、あとはこの後小林のセッションからご紹介がありますが、HPC に特化した HPC 最適化インスタンスといったファミリーもございます。といったことで,ですね、非常に駆け足ではありましたが、インスタンスファミリーについてご紹介してまいりました。ぜひですね、こういった図を頭の片隅に置いていただければ、適切にインスタンスタイプファミリーをですね、まずは考えていただけるんじゃないかなと思います。 そして最後のですね、インスタンスタイプ最適化のポイントというところでいくつかご紹介していきたいと思います。まずいろいろまあ、こういうのがいいんじゃないですかと紹介してきたところで恐縮なんですが、ぜひですね、推測するな、計測せよという言葉をあのぜひ頭の片隅に置いていただけるといいんじゃないかなと思います。実際のワークロードではですね、想定外のところで時間がかかっていたりですとか、あとやっぱり本番データ流さないと露見しないボトルネックというものもよくございます。 クラウドですね、非常に簡単に、例えばインスタンスタイプを変更したりですとか、大規模な処理、一旦流してみるといったことを構成しやすいかと思いますので、ぜひですね、本番規模のワークロードでご評価いただいて、そういった評価の結果をもとに選択いただくということを絶対ぜひ考えていただければと思います。 またですね、購入オプション、スポットインスタンスですとか、セービングスプランですね、この後石神のセッションからもご紹介がありますが、そういったものも含めてですね、何がベストなのかといったところを考えていただけるとよろしいかと思います。 またさらに大事なところがですね、一度決めたらそれを使い続けるではなくて、継続的にモニタリングをし、どん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 見直していくというところ、こちらもですね、ぜひご留意いただければと思います。まあ、特にですね、新しいインスタンスタイプはコストパフォーマンスで優れているケースが非常に多くございます。ぜひそういったものをうまく活用していただければと思います。 で特にですね、最近の新しいインスタンスタイプでは、AWS の Graviton3 を搭載した C7G、M7G、R7G については、この後、滝口の方からもご紹介がございますし、R7IZ については、インテルジオ4の第4世代、サファイアラピッ d s ですね、搭載したもので、この後、インテル様からもご紹介いただきますが、そういったものですとか、 あとは、まだ R7IZ とその次の M7A については両方ともプレビューなんですけれども、MD の第4世代エピック JENOA を搭載したものもプレビュー開始しておりますので、ぜひこういったものもご活用いただければと思います。ということでですね、インスタンスタイプの選び方ということでご紹介してまいりました。 今回のイベントがですね、皆様の EC2 インスタンスの見直しやコスト最適化のきっかけになれば非常に嬉しく思います。それでは宮本からの紹介は以上になります。ご清聴ありがとうございました。